エイシンだよ。元気かな、パパ？パパ、あなぎにこやって。せっかくなんでオリジナルの何か遊びをやりたいなと思いますね。お、宝探しゲームをやりたいなと思います。ヒント3回以内に見つかることができたら、うん、カニを。はい、こんにちは、マチャネル前原です。はい、今日はこちらですね。うい、喋って送る、帰ってくる、しゃべくるです。はい、ということで今日はですね、この絶賛発売中のしゃべくるを使って遊びたいなと思いますね。はい、しゃべくるのパッケージこんな風になってますね、うん、なんとここに最大通信距離30mって書いてあるね。おー、そして最大20人まで送れるので、グループチャットもできる。おー、いいじゃん。すごいよね、こんなちっちゃいのね、うん、裏側にはこの遊び方のガイドもありますね、うん、はい、ということで開けていきましょう。パカ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 、はい、ということでこちらがしゃべくる本体ですね、うん、こっちがピンクのカラーで、ヘイシン君が持ってるのがグリーンですね、うん、はい、いろんなボタンがあるけども、早速使いながら説明していこうか。こちら側に行くと、ここに電源のオンオフがありますね、うん、ここにモードがあります。一番上がしゃべくるモード、真ん中がラップモード、一番下が2人以上専用モード。そうですね、この3つのモードがありますね、うん、じゃあまずはしゃべくるモードで遊んでみよう。うん、おー、なりました。マイクボタンと紙飛行機ボタンと再生ボタンみたいなのがありますね、うん、あとチェンジボタンがあるんですけど、録音したやつをエイシン君に送ってみたいなと思います。マイクボタンを押してまず録音します。いきますよ。この MIC ってところに喋るんだね。そう、マイク、これね、じゃあいきます。エイシン君、エイシン君、こんにちは。エイシン君、こんにちは。これね、今録音できたね、これをエイシン君に送ります、うん、起きた。じゃあこれで再生ボタンを押してみてください。エイシン君、こんにちは。おー、すごい。しかも何もこれペアリングも何もしてないからね、うん、いきなり送れるわけだよ、だ、ね、開けて。じゃあ僕も送ってみる。送ってみて。パパパパ、こんにちは。紙飛行機ボタンを押して、はい、来ました。じゃあ行ってみますね、うん、パパパパ、こんにちは。ちょっとなんか太い声になってるんですよね。ちなみにね、この横にハイとローってのがあるんだよね、つまみが。で、これをね、ハイにちょっとやってパパ録音してみるね。エイシン君、エイシン君、こんにちは。エイシン君、エイシン君、こんにちは。早くなったね。これエイシン君に送ります。はいよ。来た来た来た。じゃあ僕はローにしてみるね。パパパパ、元気ですか。それでね、ここにね、5つボタンがあるんだね。これね、効果音がつけられるんだって。うん。エイシン君、こんにちは。私は宇宙人だ。エイシン君、こんにちは。私は宇宙人だ。で、これで。おー、ちゃんと効果音もついて送られた。エイシン君、まずい。ちょっとお腹痛くなってきた。これはね、いろいろ遊べるね、うん、面白いね、うん、でね、チェンジボタンもあります。あ、チェンジボタン押して。これなんかね、逆再生になって。おう、エイシンだよ、元気かな、パパ。パパ、あなぎにこやに。今しゃべくるモードだったんですけど、ラップモードにしてみましょう。今日せーの、ラップモードにしてもこのボタン使うみたいで、うん、ここね、いろいろ音楽入ってんだって、うん、やってみようか、うん、はい、こんな感じでね、うん、エイシン君の今日のお昼はカレーライス。自動的にラップにしてくれるんだってね。で、今ちょっとね、エイシン君の今日のお昼はカレーライスって長すぎたから、うん、もうちょっと短くてもいいのかもね。マイチャンネル好きかな？忙しい。送ります。あ、パパに送っちゃったの？あ、来た。じゃあ聞いてみるね。ちょっと待って。
これね、ラップの前のやつも入ってたね、入ってたね、うん、はい、じゃあ最後にこの一番下の2人専用モードってやってみましょう。 OK、この2人以上専用モードはもうトランシーバーみたいな感じですね。おー、じゃあ一回やってみるよ。ヨシン君、パパ今編集部屋にいます。パパ今編集部屋にいます。おー、エイシンです。パパ今どこにいるのかな。エイシンです。パパ今どこにいるのかな。おー、すごいね。近くにいるシャベクルには送っちゃうって感じかな、うん、で、うちにはね、今もう3個シャベクルあるんで、うん、これ全部さ、2人以上専用モードしてみようか、うん、みんな元気かな。今日も一日頑張っていこう。みんな元気かな。今日も一日頑張っていこう。すごい。おお、すげえ。エジンでございます。エジンでございます。すごい。すごいすごい、うん、面白い、うん、だこれは20人までね、うん、同時に接続できるんで、相当面白いことができるよね、これね。で、このシャベクルね、最初の方にも言ったんだけど、30メートル離れてても届くんだって。だパパね、これから別の部屋行くので、ちゃんと聞き取れるか、ちょっとテストしてみましょうか。はい、いってらっしゃい。じゃあ行ってきますね。さあ、果たして届くのかな？届くかな？待ってるよ。はい。さあ、リビングまで移動してきました。ヘイシンくん、こんにちは。届くかな？おお、届いた。届いた。じゃあエイシン君も送ってもらっていいかな。うん。パパ、僕だよ。今パパの部屋にいるよ。パパ、僕だよ。今パパの部屋にいるよ。おー、届いたね。おお、届いた。ちゃんと届きました。はい、じゃあここまでね、しゃべくるの機能を紹介したんだけれども、うん、せっかくなんでオリジナルの何か遊びをやりたいなと思いますね。お、宝探しゲームをやりたいなと思います。で、エイシンクの宝物といったらこれ、このカブトムシのフィギュア ね、 おね、これをパパはこの部屋かもしくはリビングの方に隠したいなと思います、はい、それでね、超難問ですから。超難問か。すごい難しいところに隠すので、ヒントを聞いても OK ということにしますね、うん、それでもしこのカブトムシのフィギュアを、うん、ヒント3回以内に見つかることができたら、うん、カニを、あー、すげー、夕ご飯にエイシンくんは召し上がっていただきますね。よし。残念ながら3個以上、4回、5回、6回まで、6回までだったらマグロをいただきます。マグロ、okay、絶対6回なんでクリアする。うん、そうだね、うん、で、もし6回オーバーしちゃったら何もありません。あーで、ね、せっかくだからこのシャベクルでね、ヒントを送りたいんだけど、逆再生モードにします。おー、さっきの逆再生か。さっきの逆再生モード、うん、これで送って、まあ、聞いて自分で想像してね、さっきのあいうえおみたいなのあったじゃん、うん、あんな感じでどこにあんのかなっていうのをパパヒントを送りますので、見つけることができれば OK ということですね。なるほど。はい、じゃあしゃべくる使って実際に宝探しゲームやっていこう。はい、はい、ということでしんくん、パパ隠しました。始めていこうか。うん、よし、これぞ。超難問だからね、うん、まだ後ろの棚から見よう。うん、怪しいとこ探してんの？まず怪しいところを探す、うん、多分ね、見た目にね、見えないですね。いやー、見えないか。どこだろう。ヒントちょうだい。ヒント？うん、オッケー。向こうに行って録音してきます。バイボー。オッケー、ヒント録音したから今から送りますね、うん、来た。じゃあ聞いてみるね。うん。リビング。え？右？え？右？どうでしょうか。いやでもなんかリビングに聞こえたな。ああ。リビング行ってみるか。リビング。なるほど、うん、オッケー。リビング来たぞー。はい、リビング来ましたね。マーティー君もいます。うん、では探しよう。うん。超難問ですか。超難問、簡単には見つかんない。見つかんないよ、簡単には。マティ君もなんだろうって見てるよ。普通にここにはないか、うん、見た目が見えないでしょ。じ
すいません、ヒントください。ヒントですか、わ、はい、かりました。じゃあ、エイシン君そこに座っててください。じゃあ、ヒントやりに行ってくるね。はい、はい、録音してきましたんで、送るよ。はい、きた。テーブル、テーブル、サインした。テーブル、下じゃないっぽい。上、あ、ない、ここにはない。超難問ですから、超難問で、もう一回聞いてみよう。B B B B、おお、テレビ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 、ちなみにここに、今やってくん見つけらんないね。うん、もう一度聞こう。ビレデーって聞こえたんだけど。おお、なんか近いものがあるね。上とか、最初もらったのがデューンのだったから、これがディビングっぽくて、うん、デーデービレデー、やっぱりテレビ、うん、よし、じゃあちょっと逆再生解除して聞いてみてください。はい、おー、リビング合ってたね。おっしゃー、いいでした。おー、なかなか難しかったでしょ。このね、黒のカブトムシとテレビが完全に同化してたからね。本当だ、真っ黒。うん、よく見つけたね。カニだー。はい、ということで、エイシンくん、カニだー。ありがとうございます、うん、じゃあ召し上がってくださいね。ごめんね、これちょっとくるっと回しちゃったけどね。えい、くるっと回してください。カニを取り外します。よっ、お、取れた。はい、じゃあどうぞ。中に軟骨入ってると思うから気をつけて。うん、おいしい、おいしい、よかったね。2回で見つけられたからね、うん、よかったですね。よかったね、まだ残ってるけど、うん、パパとママにも少し分けてもらえますか。いいよ。こんな風にいろんな遊びができるシャブクルで、みんなも遊んでみてね。はい、遊んでみてね。いはい、楽しかったね。うん、うん、エイシン君見事カニゲットでした。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつもっとコンテンツ出てますので、ぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。Ha ha ha!